こんばんは。連中です。順番が辰馬さんの次って聞いたときに、なんとなく嫌な予感はしたんですけど。今日はまた違うバージョンでしたけど聞いたことあってここの場に松井くんがおったらもっとゲームしてたと思うんですけどちょうど今日曲の紹介してる時に外でチューニングしてたんで最初にサンタさんって何か聞いてたら全力で阻止したんですけどちょっと手遅れでした。ごめんなさい。いつもはそこで前の人がやってる時に精神統一しながら自分で待つんですけどちょっと精神統一できなかったんで今日ねそうボロボロになるかもしれないですけどよろしくお願いします。失敗したら全てネオヨンのせいです。オリックをまずします。赤い糸がテーマってことで前回ですね、前回じゃないゴールデンウィークか、ゴールデンウィークのオープンマイクで、ここで初めてオリジナル曲を発表させてもらったんですけど、初恋の人っていう歌だったんですけど、中学生の時に好きだった女の子のことを歌った歌んですけど、で、オリックもその、好きでたまらなかった女の子のことを思いながら、思わず撮って、しまった行動をちょっと取り組みさせていただきました。憧れの彼女の暮らす家までを息を潜めて遠くから追うわかりますかね。リビルさんも好きだったこの家をどうしても知りたくて学校の帰り道に、ね、100メートルぐらい、50メートルぐらいかな、後ろから選挙とおかしてもらって、ね、追いながら家を突き止めたっていう、もう限りなくストーカーに近い行為をやってたっていうことを歌ってたんですけど、はい、ということで、はい、1曲目はですね、カバー曲やります。赤い糸つながるってことで、まあ、最初僕今回で4回目の参加になるんですけど、過去3回はトヨタの上坂さんって人とアンジャっていうユニットで出たんですけど、今日上坂さんが仕事の都合で来れないってことで、ね、上坂さんがNSP の赤い糸の伝説っていう歌をぜひやってくれって言われたんですけど、YouTube とかで聞いてみたら最初の頃にちょっとすっごく恥ずかしいセリフが出てくるんですね。人にはちょっとそれがどうしても演奏しないとできなくてちょっと挫折したんで、いろいろなんかないかなって探したら糸っていうことでさだまさしさんじゃないわ、グレープの時代の歌ですね。悲しきマリオネットっていう歌がありまして、マリオネット、糸が絡んだ操りピエロっていう、歌わんでいい、今から歌うんだそういう歌い出しなんでまあ糸が出てくるんでまあいいかなってことで、ね、やらせていただきます。糸が絡んだ操りピエロ、僕と同じ涙の色して君に焼かれて手足もがれて、いつの間にやら君のお茶箱、そ
そこで思ったやつにピエロ。君をこの手に抱きしめようだろう。初めから無理だから空振り、とどのつまりは君のおもちゃ箱。マリオネットマリオネット、悲しすぎるね、そうだね、だから最初に言ったろ、ダメなものはダメ、あはは、はは、はだから、いつになっても操りピエロ。落として操りピエロ。やっぱり君も捨てられたのかい。隣に寝てるおもちゃの天使、何を笑うか五十歩キャット。いつもそうだよ操りピエロ。珍しいうちもてはやされて、やがて飽きたら恋と呆れた、埃りかぶって君のおもちゃ箱。マリオネットマリオネット、おかしすぎるね、そうだね、だから最初に言ったろ、ダメなものはダメ、あはは、はは、は、つまりいつになっても操りピエロ。あはは、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 だから、いつになっても操りピエロ。で、2曲目オリジナルやります。キデスさんが新しいオリジナルを期待しますって言われたんですけど、ここでは初めて発表する曲ですけど、あ、ちょっとごめんなさい、新しくないですね。もう18か9ぐらいで作った歌です。昔の、はい、モーニングって歌なんですけど、まあ、大好きな人と毎朝おはようっていう、まあ、何気ない挨拶を交わす、ただそれだけが嬉しいっていうことを言ってる歌なんですけど、これをやらさせていただきます。グッモーニング、あなたと交わす、今はそれが
ございました。